当社は工程管理をするデジタルツールというものが存在しませんでした。なので、そういった矢先に ABS の山口さんにお勧めいただいて、非常に興味を持ちまして導入させていただきました。現場のエンジニアは自分が当日どの車をどの量触るのか、手元のスマホで作業の確認ができるので、エンジニアの作業動線の短縮にもつながっているということは、稼働時間を圧縮することができるので、残業の削減にもつながっていると思います。まあ、うちやったらもう着工前から納期を言っている形になりますので、まあ、カーオーナーというか、店舗の仕事を受けたまわっている、その店舗のスタッフ、営業マンがお客様に明確に納期を言えるようになったっていう声はいただいてますので、嬉しい、私らも嬉しいなと感じてますね。エンジニアが自分の今日やらなければいけないことっていうのは朝から全て分かっている状態になりますので、逆に自分が余裕ができる時間っていうのも見えている状態ということは、他の作業が大変なスタッフの方に手伝いに行けるとか、工場全体で1個の仕事をスムーズに終わらせるっていう動きが生まれてきたんじゃないかなと思います。ワークフローとかそういうデジタルで明確になることによって、朝からのもう意気込み変わりますよね、そういった環境をやっぱりこの業界にもしていかないといけないかなと思います。はい、ABS の山口さんには過去に水性塗料が導入された時、使い慣れない部分があってですね、非常に苦戦したという部分があったんですけれども、その都度相談に乗っていただいて改善策なりを導いてくださったと、そのあたりは非常にありがたかったですね。ワークフローマネージャーが導入されて2年半が経過しましたけれども、まだまだ活用できていないというのが現状です。今後はワークフローマネージャーの持つ機能をフル活用して、さまざまなデータを収集し、それを今後の会社の改善に役立てていきたいなというふうに思っております。